今回唯一ね、しっかり説明してくれたけど、これがミスリードかもしれない話を聞いてくださいになっちゃうから、なかなかっていうね。え、ドロピザさん来た？ドロピザライブお疲れ様です。これりょうくんなのかな、本物だったら。ドロピザさんこんばんは。ドロピザのサテライト。いや、ありがとうございます、りょうくん。本物だったら、ドロピザさん、チョッパーがあれなんだって言ってたのは何だと思いますか？もうガチ質問じゃん。うん、まあちょっと難しいんすけど、この後のボニーのセリフが研究所だからな、研究員じゃねえかっていう、これ多分チョッパーの質問に対する答えだよね、ボニーの。このもう電話した方がいいよ、じゃあ。もっち試されてる。チョッパーの前を歩いてるこの5人もなんか意味深ではあるんだよな。3つのなんか、チビロボと、可愛い女の子と、なんかちょっと背高い、ペトロジーって書いてある、ちょっとね、背の高いロボット。うわ、りょうくん電話来てんじゃん。あ、お疲れ様です。大丈夫なんですか？配信載ってますけど。大丈夫ですよ。今ちょっと適当にコメントしたら、ねえ、なんかあの、モッチー先生試されてる。コメントがあったらちょっと電話しようと思って、そんな意図はないです。単純に僕が知りたくて、何だったんだろうなと思って。なんかチョッパーに似てるじゃないですか、足の細い感じとか。あの3つのチビロボが、はい、でなんかあのチョッパー後ろから見た時に同じ体勢っていうか同じに見えません？描き方として。ああ、そうだね、確かに同じだね。同じポーズというか、うん、なんかあの画角で描いてるから、なんかチョッパーっぽいなとか思って、うん、モッチー先生はどう思うのかなと思って。その先のボニーのセリフがさ、はいはい、それに対する答えじゃん、まず。そうですね。でそれを補足するかのようにジンベのさっきまでなかった人影が街にがあるから、だからこれで仮にチョッパーのこの質問に深い意味があった場合、チョッパーは得たい答えを得られなかったってことになるから、なんかその様子もないし。確かに、まあそうですね。例えばさ、サンジのあのミスタープリンスだの時も、あれ表の意味としてサンジは自分のことをただ王子様って言っただけなんけど、実は本当に王子様だったみたいなパターンあるじゃん。いますね。なんかそのパターンで、ここはここで解決してるんだけど、裏の意味として小田先生が何らかの意図を込めた可能性は残るかなって思うけどね。そうですよね。なんかその裏の意味がありそうな気がしたんで。でしかもりょうくんってチョッパーの正体も出してるじゃん。はいはい。でチョッパーのその青い花、まあいろんな根拠がありながらのそのドラえもんとかっていう話をしてて、はい、そういう意味でもそれに繋がっていきそうな気配あるよね、その前提があったら。いや、そうなんですよね。逆にあれだけ足が細くてチョッパーと違う見た目だったら一体何なのかなっていうのと、あれすごいやたら隠しされてるじゃないですか、見た目。後ろ姿フードまで被せちゃって、うんうんうん、で横からの画角なのに顔がちゃんと全然映らなくて、なんかいろいろ怪しいような気がするんですよね。それだから想像を膨らますと、これがチョッパーに似てる可能性あるってこと。はい、はい、なんか鼻が青くないんじゃないかなっていう。あちいな。なるほどね、はい、あちいな。それチョッパーに似てなかったら逆に何なのかなっていうのが、どうか僕の疑問なんですよね。隠してるし。確かに隠す必要ないな。ですよね。あのさ、古代都市ビルカにあったおじいちゃん型のロボットとかさ、月見博士が作ったロボットとかとも似てるようにも見えるんだけど、サイズ感的に若干違うのかな。そうですね、まあ、僕が一つ思ってるのは、ベガパンクが使う技術は結構月の技術と近しいのかなと思っていて、なんでそしたらまあそこもつながるっちゃつながるんですよね。まあ、っていうのもなんか世界政府が使ってる技術と月の技術ちょっと似てるところがあったりしてってことを考えれば、ベガパンクが使う技術も月っぽいんじゃないのかなと。そしたらあのチョッパーに似てるロボットが研究員として働いててもおかしくないのかなっていうのもありますね。なるほどなるほど、はい、ベガパンクが月の民かどうかっていう話とかは、まあとりあえず置いとくとしても、そこから受け継がれた同じ技術みたいなことだよね。そうですね。それこそなんか月と冬っていうのもね、チョッパーに含まれてるんで。あ、そうですね、そうだね、まあ、一応なんかつながるんですよね。熱いな。いや、なるほどね、その前提があるからすげえ面白かったわ。はい、その前提を持って、であのコマをちゃんと見るとそう見えちゃったんで、なんかモッチー先生の新しい意見が欲しいなと。その前提を込みでもう一回見直すと、何らか意味ありげだわ。全部後ろ姿だし。いやいや、ほんとほんと、絶対僕に今気使って言ってるじゃないですか。いや、ありがとね、マジでビビったわ。いや、なんかたまたま見ててちょっと聞きたくなっちゃったんで、はい、また連絡します。いやー、ありがてえな。いや、着眼点すごかったね。なるほどな、りょうくんのチョッパーイコールロボット説で、その前提を踏まえると確かに意味に見えてくるね。ぬるまぬるさん800円、ありがとうございます。今回の敵はターミネーターみたいに猫サテライトの反乱だと予想。反乱の理由はクマの頼みを聞いたことで、本体は理解不能の危険
因子として幽閉。麦わらの一味は間接的に恩人なのでボニーと救出の流れになると思うのですがどうでしょうかと。ちなみにシービーストって新巨人海賊団の怪獣オマージュですかね。まずシービーストに関しては、まあ新巨人海賊団の怪獣だからハモンドとかが乗ってるやつとかだよね。ただ完全一致はしてないんだよね、確かね、全部は。あとはこの神木さんが昨日おっしゃってたのが、そのフランキーが作って扉絵とかで出てきたサイボーグアニマルみたいなね、なんかその辺とも一致している。プラスそれこそエニエスロビー編の動物大集合だったわけですけど、キリンとかフクロウとかもね、まあいろいろ出てきたわけですけど、ジャブラが狼で、なんかそのジャブラのシルエットとかフォルムにすげえ似てるやつもいたよね、狼ね。だからエニエスロビーの匂わせも若干あったりとかね、いろんななんか考えられるんですけど、なんか完全一致まではいかないんで、どうなのかっていう部分でね、シービーストに関しては。で、このヌルマヌルさんは、エッグヘッド編が、このサテライトが氾濫していく物語になるんじゃないかっていう想像をしているっていう。だからこれ、ターミネーターは、まあ、ハリウッド映画ですけど、こういう可能性ももちろんあると思いますね。なんだか欲しいね、根拠がね。間接的に恩人なので、ボニーと救出の流れになると思う。全然可能性はあると思いますね。まあ結局その AI の暴走とかっていうのって、まあ SF 映画とかでもね、ストーリーとしても王道っていうのもあるし、見てて楽しいしね、結局ね。それがどういう風にワンピースでは描かれていくのか。で、しかもその示唆も若干あるか、欲望を止められないみたいなね、メカシャークは制御できてないっていうのがあるんで、まあでもなんか完成度で言うとメカシャークあって、でベガフォースみたいなのあって、ロボットがあって、その先にセラフィムとかっていうことだと思うんだよね。まあでもわかんないな、欲を制御できないっていうのは全部に該当してんのかな、アンドロイドとかセラフィムとかに関してもね。それで言ったら欲が制御できなくて暴走しちゃう、この方が言ってるようにサテライトがまあみんな氾濫しちゃうみたいなね、そんな可能性もゼロじゃないんじゃないでしょうか。まあそれで言ったらちょっと話変わるんですけど、あれですよね、読み返してて気になったのが、この字がってどうなってるんだっていう話だよね。ベガパンクのこのシャカとリリスと、まあエジソン、ピタゴラス、アトラス、ヨークって、これ全員ベガパンクの本体が喋ってる、こいつを通して喋ってるとかね、リリスを通して喋ってるとかじゃなくて、もう自我があるんだよね、完全に。01番の、ね、ナンバー1のシャカがナンバー2のリリスにアドバイスしてんだもん。だってアドバイスしたり、いや気をつけろよって、あのその剣士を見ろよみたいなね、そいつ11億1100万ベリーだぞ、なんで落ち着いてるかっていうと、その距離でお前瞬殺される可能性あるぞみたいなね。でこういうアドバイスをそのアンドロイドがアンドロイドにしてるみたいな話だから、これも自我があるのが確定してて、でもベガパンクには逆らわないようになってんのかな、本体には。なんかその辺が、そう、それこそ、これ喧嘩になんねえの結局っていうね。天才が6人いる職場ってことでしょ。誰にも負けねえと思っている天才が、ただでさえ、なんていうの、アーティストと気質な人ってさ、会社にいるとさ、結構コミュ力が低かったり、そういうので難しい中で、地球一の天才が6人もいるってことでしょ。絶対にチームとしてうまくいかない気がするんだけどな。言うこと聞いてくんねえから。誰の言うことも全員聞いてくれないから。疑似的な息子6人。ルールをすり込むロボコップみたい。うん、だからそうだよね。だからそれを制御するために、で、そんなことに気づかないほど絶対バカじゃないもんね。ベガパンクはね。チームがうまく機能するように上下関係をつけてるのか、1の言うことを2は聞かなきゃいけない、2の言うことを3は聞かなきゃいけないとかにしてんのか、単純に口の言い合いはするけど、実際には争わないようになってんのかとか、本体の下した命令だけは絶対に聞くようにインプットされてんのか、なんかその辺がわかんないですけどね。で、このゾロの要求も結局なんだっつうのがあるよね、結局。で、まあ、麦わらの一味が不利に見えるけど、実は麦わらの一味ゾロがもうね、こう抜きさえすればベガパンクをやれるんで、こっちの方が有利だと。こっちの方が有利で、どういう要求をゾロがするのかみたいな、お前殺されたくなかったらなんとかしろよっていうことだよね。でその要求が何なのかが分かんないんだけど、次のページで構わん、連れてこい、その一味には興味があるってシャカが言ってるんで、これゾロの要求に対するシャカの答えってことだよね、多分ね。ゾロはリリスに何らかの要求をしました。でその要求をリリスは釈迦に伝えました。で構わん、連れてこい、その一味には興味がある。だからやっぱりクマに対して恩義を感じてるところがあるから、ベガパンクに合わせろ的なことを言ってんのか。でもゾロはクマの今の現状知らねえか。とにかく責任者に合わせろみたいなことなのかな、単純に。まあ、殺されたくなかったら責任者出てこいみたいな話なのかな。売りがしてんだ。うん、要求はまだ言ってないんじゃない。あ、まだ言ってない可能性もある。なんか読み返してストレートに思ったのは、なんかこの、なんだろう、おいベガパンク、要求を飲んでもらうがいいかのところに、いわゆる小回りがあるんだよね。
コマ割れってちょっとした時間経過を表している可能性があるんで、そういう描写の可能性が高いんで。で、次のページ行ってまたコマ割れが若干あって、カマワン連れてこい、その一味には興味があるってなってるんで、ストレートに続いているコマじゃなくて、時間経過があるみたいなね、空白がある上でのカマワン連れてこいっていう釈迦の返答なんで、酒をよこせ。ああ、酒をよこせとか服をよこせとかね、パンクハザードオマージュで行くんだったら、まあちょっと似てるしね、ゾロと、まあメンツは別に似てねえか。服をよこせ、酒をよこせ、ここがどこだか教えろとかね、責任者出せとか、とにかくそういうところで構わん連れてこい、その一味には興味がある。まあここはそんなに難しく考えることはないんじゃないかという感覚は受けました。防御本地を直してくる。刀からレーザーを撃ちたい。